当に今来たばっかりなので何にもないです。はい、ではちょっと簡単にルームツアーをしていこうと思います。まず玄関を入ったら靴箱いっぱい置ける。こんな感じでキッチン、はい、洗面台、ちょっと今頑張ってね持ってきた洗濯機と洗面台、お風呂、お風呂です。でトイレがあって、ここ今ちょっともう入れちゃって汚いですが収納がございます。こんな感じ、なんもない、すごい、こんな感じで、もう一つお部屋があります。スタバのオーロラグラスみたいな、これ何飲んでるか分かんないね、やっぱ何色分かんないおしゃれだね、うん、チタングラスみたいな、うん、何の色か分かんないところがおしゃれ。じゃーん、やっとマットレスが届きました。ニトリです。ポケットコイル開封していきたいと思います。背中に表からついてくれたのかな、こんなの書いてある、うん、あ、うん、こっちやってるわ、あ、すごい、すごい、すごい、なんか、あのね、ちょっと組み立てたんですよ、こっち上げて、おいおいおい、おー、重たっ、すごいんだけど、じゃーん、こちらを今からポン酢でしたいね。これってさ、周りのこれ仕事もあるよね、いいの、一回パンなんだね、これパンっぽくない、これはグリグリグリ、あー、なるほどね、じゃあ細身持ってない方がいいの、最後だね、そっか、真空引いてんだろうね、すごくない、ね、おお、見ました、よいしょ、静電気やば、これでもこっちが上か、こっちが上だ、ふわふわしてるから、あ、すごいわ、いい感じ、初めてのマットレス、こんなふわふわいい感じ、かけます、はい、開きます、はい、うわすごいね、超面白い、これもうこれ二度と体感できないね、硬いね、うん、硬い、でもこっちで触るとそんな、そんなに、あ、そっか、逆かこれ裏だから、そうか、そうそう、はい、こんな感じでマットレス、私いつもベッドだったからマットレス初めてなんだよね、開封するの初めてのマットレスでした。ちなみにこれマットレスだけでこうやってちょっと
場所節約でやりたいんで、これに、なんかね、ニトリの買いまして、じゃん、こちらのですね、吸水速乾っていう、これ開けていい？うん、あのマットレスの上に敷いて、敷居のその上にシーツを敷くやつなんですけど、これ開かないやつだ。そうそう、でこれも洗濯機で洗えるやつなのでいいかなと思って買ってみました。どんなんだ、うん、じゃーん、なんかまあ普通にパッドですよね。こういうゴムで角止めて、こういうやつです。はい、これを同じく2枚買いました。で、あとはシーツ、シーツはこういうボックスみたいなって書く、あの N フィットってやつかを買ってます。はい、ということでベッドじゃないか、マットレス開封式でした。やばいね、今こんな感じで届いたものが溢れすぎております。炊飯器もやっと届いたし。購入品紹介、お値段以上ニトリ。はい、では枕カバー、なんか全然ネットで見たやつより可愛くないです。肌着みたいな、誰かの。はい、これが枕カバーで、 Amazon はちょっと別だな。あ、これも買ったんだった。じゃーん、珪藻土バスマット。やっぱね、ちょっと布をたびたりするからちょっと気持ち悪いですよね。あとは歯ブラシスタンドと、これはシーツ、あ、さっき言った N フィットのカパッてやるやつですと、これはハンガーかな。あとはこのなんか伸縮性のやつ、いたじゃん、なんか四角くて置けるコロコロ買いました。はい、そしてですね、とっても荒れ果てておりますが、こちら、あれ、じゃーん、超欲しかったパナソニックのドライヤーで3万円のやつ、イエーイ、新居用に買いました。これでちょっと一回使っちゃったからあれなんですけど、これで普通ので、今度このままここを押していくと、ちょっとモードを変えれます。で、セットにしてスキン、今これスキンになってて、そして顔にね、ナノイーだっけ、ミネラルを補給してくれるやつもできます。これはめちゃめちゃ使い心地が、前のパナソニックだったんですけど、めちゃめちゃこれいいなって思います。はい、こんな感じで珪藻土マットはこんな感じの、たらーん、このような滑り止めもついてます。で、なんか吸水力が下がったらこれを使って削るらしいです。ついてます。あー、めっちゃ綺麗にぴったりはまりました。これが N フィットとやらですね。なんかぴったり丸ってしてるから、ハイジのやつみたい。今の子には絶対に伝わらない。疲れた、
ないよ。そうなんだ。え、じゃあ今日もじゃん。